こんにちは、ちょめです。前回の続きやっていきます。メインクエスト第24話お使いですね。ポットくんの実家にね行きます。こちら、そういえばテトラさんがそろそろ戻ってくる頃じゃないでしょうか。ま、いいか。誰に話しかければいいんだろう。左上の子かな。ちょめちゃん、お魚は釣れたかい。ポットの母です。タカサゴっていうのをね釣ってきました。あらあら、まあ立派なお魚だわね。ありがとね。さすがは釣り人さん。二人ともあとちょっとでご飯できるからね。さあさあ座って待っといてちょうだい。はーい、お待たせ。チョメちゃん、ピグちゃん、いっぱい食べてちょうだいね。うわー、美味しそうやな。はーい、それじゃあみんなさん手を合わせてください。いただきます。いただきます。すっごい豪華だ。しかも右上のやつ、なんか他のところでも見たことありますよ。それにしてもポットが家を出てもう結構経つのか。そうそう、ある日いきなり弟子入りするって言って出て行ったんだからびっくりしたわよね。ポットちゃんと毎日ご飯食べてる？勉強するのも忘れちゃダメよ。あんたのことだからきっと大丈夫だと思うけど。わかってるって。ところでさ、ポットが憧れてる船乗りさんには会えたの？ほえ？船乗り？わ、言うなって。いいじゃないの、別に。あんたいつもボケーっとしてるんだから。本来の目標を忘れちゃってそうで、姉ながら心配してやってるのよ。チョメちゃん、聞いてちょうだいよ、この子ってね。だから言わなくていいって。お友達なんだし、それぐらい教えといてもいいんじゃない？そうそう、この二人は旅をしてるって言うし、何か知ってるかもしれないし。それでね、ショメちゃん。もういい、もういい。自分で言うから。はあ。まあ、ショメさんなら口が固そうだし、教えてもいいか。あれは、俺がまだ今よりも随分小さかった頃の話です。当時は毎日のように沖縄の海で泳いでいました。だけどある日事件が起きて、海に凶暴なサメが現れたんです。俺は運悪くそのサメに目をつけられてしまって、必死で泳いだんだけどずっと追いかけてきて、もうダメだって思った時に、一隻の船が遠くから見えたんです。気がついたら、船乗りの人が俺を見つけて助けてくれていました。サメに襲われて大怪我をしているのに、笑顔で大丈夫だって言ってくれて。その人は海の中で一番恐ろしい生き物と戦って勝ったんです。本当にすごいことだと思います。俺は後日その人に俺を言いに行ったのですが、その人はもうその船にはいなかったみたいで。俺、もう一度会って俺を言いたいんです。ほえー、めっちゃかっこええ船乗りさんやな。ポットハンの憧れの人なんやね。その人がどこに行ったのか、どんな人やったとか、詳しい情報はわからんの？はい、小さい頃の話ですし、その時の恐怖もあって、顔もよく覚えていなくて、名前だけでも聞いておけばよかったな。でも、波風タウンなら港に近くて、毎日いろんな船が来ますし、いつか会えるかもと、そう思っております。それでいつかその人が乗る船に関わる仕事ができたらなって思ってます。なるほどな、それで今はテトラハンの家に、住んどるんや。いつか会えるとええな。あ、テトラさんには絶対言わないでくださいよ。なんか恥ずかしいので秘密にしているんです。あれ、テトラさんといえば、あんたここまでどうやって来たんだい？それはテトラさんに連れてきてもらってて。テトラさん来てるの？さっき帰ってきとったけど、外にまだおるんかな。そうなの？ちょっと早く行ってよ。メイク落としちゃったじゃん。来てるなら、どうして一緒に連れてこないの？お世話になってるんだから、挨拶しなきゃでしょ？まったくこの子はもう。わあ、わあ、めんどくせえ。すみませんが、チョメさん。テトラさん呼んできてくれません？今どこにいるんだろう。テトラさん、大人気ですね。この右の上の方かな？いやあ、チョメくん。
ポットくんちのご家族大勢で楽しそうだったでしょ。せやな、ポットはんもいやいや言いつつ、やっぱり家族の人に会えて嬉しそうやったで。あはは、そうなんだ、やっぱり行かせてよかった。そういえばチョビくんも故郷を離れて一人暮らしをしているんだよね。一人で寂しくないかい。一人じゃないよ、みんながいるから楽しいかな。ん、チョビはんのそばにはいつも俺がおるし、島のみんながおるもんな。そっか、そうだよね、チョメくんは強い子だね。ポットはんやってきっと寂しい思いはしとらんはずやで。そら家族の人とは離れたところに暮らしとるやもしれんけど、テトラはんみたいなお兄さんがいつも一緒におるもんやもんな。あはは、そうかな、そうだといいな。お兄さんか。チョメくんには兄弟はいるのかい。いる。そうなんだ。チョメくんの兄弟ならきっと面白い人なんだろうな。テトラさんは？え？僕？僕は、そうだね。あー、いた！いいところで。テトラお兄ちゃん、こんにちは。もう、チョメちゃん遅いよ。さあ、お家に来てきて。もうご飯できてるよ。え？え？連れて行かれちゃった。テトラさんいらっしゃい。この料理美味しいですよ。よかったらどうぞ。姉ちゃん、俺の分。おご。テトラさん、私が作ったもの食べて。あはは、おもてなしありがとう。お姉さんたちも相変わらずお元気そうで何よりだよ。テトラさん、ポットがそちらでご迷惑をおかけしていませんか。この通り、この子はまだまだ未熟ですし、お仕事の負担になっていないか心配で心配で。心配いりません。ポット君はとてもいい子ですよ。いつも僕の手伝いを済んでしてくれて、きっといい船大工になってくれると思います。テトラさん、そうですか、安心しました。テトラお兄ちゃん、あっちでおままごとしよう。あはは、いいよ、やろう。ポットくんも一緒にね。えへ、やったー。ゲ。チョメハン、なんや、ええ雰囲気やし。俺らはこっそりおいとましようか。すごくいいストーリーでしたね。第24話お使い。いやあ、こんにちは。今アンケートを取っているんだけど、回答をお願いできるかな。ある町に昔ながらの商店街があったとする。だけどその商店街の近くに大きなデパートが建ったら、商店街のお客さんが減ってきっといつか潰れちゃうよね。そういう時、君はどうしたらいいと思う。せやったら商店街の人を雇ってあげる。どうなんでしょう。あ、大規模のお店の中に商店入れてあげればいいんじゃないかな。どうなんだろう。なるほど、それはいいアイデアだね。お金さえあればみんな救われるってことだよね。ありがとう、お礼にこれをどうぞ。まあ確かに、どっち選んでもお金があれば解決みたいな感じになっちゃったな。おかげで計画がうまくいきそうな気がしてきたぞ。アンケートと言ってもやっぱり簡単なもんばっかりやな。まあお礼ももらえたし、人助けになったんならいいか。マップによれば、こっから東に向かえば町があるみたいやけど、ナマコランドに行くには、さっき言った、プメ島に行ってから東に進まんといけんみたい。せやけど、せっかく新しい海域まで来たんやし、ちょっとだけこの辺りで、海で釣りをしてみいひん。この辺りの生き物図鑑を埋めていくのもええかもね。メインクエスト、第25話、再開。時津風村から東の海へ向かおう。ちょっと24話の報酬は受け取っておきます。じゃあちょっとだけ釣りしてみますか。百な浜、これ昔のやつしか釣れないんですよね。12レベルとか5レベルとか。ちょっと釣ってみますけど、こんな感じです。コブヒトデモドキとか。この辺りはどうなんだろう。この辺りもレベル1ですね。ちょっとでっかいやつはどうなんでしょうか。これ34、ここもなんかもう釣ってるっぽいんですけど、はい、1000本。もう行きまーす。35000。
わかめ。なんかゴミが落ちてます。右側のところ。新エリア開放。いいですね。新しいエリア。ちょっと株もらっておこうかな。いきなりイベント始まっちゃうかな。ん？誰と再会するんだろう。砂浜になんか流れ着いとる。これはスクラップやろか。なんでこんなとこに誰かが置いていったもんやろか。あーもうあちこちがラクダで散らかってしもうてるやん。不法投棄はあかんで。おえ？あっちの方にもなんやいっぱい落ちとるみたいやな。チョメハン行ってみよう。お船が。うわーなんやこれ、ボロボロでひどい有様や。なんでこんなところにこんな船があるん。右に倒れてる人がいる。あ、誰か倒れとる。大変や。生きとる。大丈夫？怪我しとらん？ふい、びっくりしたけど。とりあえず、怪我もないみたいやし、よかったわ。あ、ありがとう。助かりました。あんた、一体ここで何があったん？お名前は？僕は、ノアって言います。船でお客さんを運ぶのが仕事だったんだけど、嵐にあって船が沈んじゃって、ほえー、それは大変だったな。それに奇遇やな。チョメハンも同じようにお船が遭難してこの島に流れ着いたもんな。その君が持ってるそれ見せてもらえませんか。この乗車券、まさか。ほえー、ひょっとしてチョメハンが乗ってきた船ってこの船のことやったん。ちょっと忘れちゃった。あの日のお客さんは1名様だけでした。君がそうだったんですね。僕のせいで本当にご迷惑をおかけしました。まあ無事で何よりですよ。生きててよかったです。おうおう、チョメハンもこの通りピンピンしとるし。でもあれからすっごい時間経ったんですけどね。この人は大丈夫だったんですか。嵐のトラウマも克服したし心配いらんみたいや。ノアハンも無事でよかったな。ありがとうございます。しかしこの船どうするん。このままここに置いとくのも良くないし、もし直せるなら直したいわな。こんな船じゃ職場に帰ることもできないし仕事もできないです。あわわ、どうしよう。それなら大丈夫や。この船にはちょうど腕のいい船大工がおるからな。その人にお願いすればきっとノアハンのお船直してもらえると思うで。本当に？うん、テトラハンって言うんや。俺らが乗っとるボートも作ってもらったんやで。テトラさん、船直してくれるかな。きっと大丈夫や。チョメハン、時津風村に戻って相談してみよう。ちょっと拾いたい。なんだこれ、ガラスの浮き玉か。職場のみんなどうしてるかな。もし帰れなかったらどうしよう。新しいアクセサリーを拾いました。この辺は何が釣れるんでしょうか。34、これももう釣ったことあるな。さっきのやつか。ちょっと右の方にも行きたいんでちょっと行ってみていいですか。先に、なんだこれは。ちょっと行き止まりだ。なんかの魚が釣れるのかもしれませんね。自動販売機もあります。ここはいつも通りかな。このような感じで、この先はまだアップデート待ちみたいな感じかな。現在開放されているエリアはここまで。このゲームが人気出たらスタッフのやる気が出てアップデートが早まるかも。みんな応援よろしくな。スタッフよりちょっと応援しましょう。じゃあそろそろなんか終わりっぽいですよね。クエストもなんか寂しくなりますね。話そう。テトラさん座ってた。いやいやいや、チョメくんどうしたんだい。実はふむふむふむ、なるほどなるほど。あっはっは、これはなかなかいい壊れっぷりだね。
直しがいがありそうだよ。はあ、直すっていうか、これもう一から作るのと変わらなくないですか？やっぱり無理ですよね。大丈夫、大丈夫。ポット君にもたっぷり手伝ってもらうから。げ。久々の大仕事で腕が鳴るな。よし、そうと決まれば早速工房に戻るよ。行くよ、ポット君。まずは船積み作業だね。ええ、もうすか？テトラさん、相変わらず元気っすね。さっきまで船で往復してきた人とは思えないです。ポット？もう帰っちゃうのかい？うん。そう？またいつでも帰ってきてちょうだいね。ねえ、ポット。あんたがこの家を出てテトラさんのところに弟子入りしたのは船乗りさんのこともあるだろうけど、本当はお母さんたちを苦労させたくないからなんだろう。別にそんなんじゃ。お母さんたちのことは心配しなくても大丈夫だからね。そうそう、みんなが近寄ってきてくれた。私らはあんたが思っているより強いのよ。私はお金持ちと結婚して玉の輿乗る予定だし。あたちも乗る。ふふ、そうだね。だけどね、ポット、家を出たからにはその夢必ず叶えなさい。母さんたちはいつでも応援してるからね。うん、また来る。気をつけてね。おお、25話再開が終わりました。第26話、部品はどこに。これはね、2023年9月更新予定みたいです。ちょっと話しかけよう、最後。ふう、船直らなかったらどうしよう。テトラさん、チョメくん、ピグくん、船が直るまでもう少し待ってね。ああ、それにしてもこのボロボロな感じたまらないな。あはは、直しちゃうのがもったいないくらいだよ。ああ、これは時間かかりそうっすね。テトラさんはいつも以上にテンション高いし、これからいろいろと面倒くさいことになりそうっす。生き物図鑑も更新されたので、ちょっと釣ってない魚、これなんか44番とかも黒くなったりとかしてますね。この81番とか、この辺りをちょっとね釣っておこうかと思います。動画で紹介するかどうかはちょっと分かりませんけど、168とか183とか、アップデートがまた来月にあるんでね、バージョン2全てアップデートされた後にちょっと図鑑公開しようかなと思っております。深海魚もこのような感じで3匹ほど追加されてます。のんびりやります。ではご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。次回はこのメインクエスト第26話、部品はどこに、2023年9月更新予定、または期間限定イベントみたいなのがあったら、またそちらの方の動画を投稿してると思います。ご視聴ありがとうございました。実況者はチョメでした。一応ね、ショップとかカプセルとかも期間限定で復活してます。これ2023年の9月の4日までですね。だからそれ以降に多分アップデートが来るんだと思っておりますけど。